ちゃんとキャタコの朝ラガスポン。めっちゃ行き合ったよ。さすがだ。今日は ATC 店のロコスカフェに来てます。本当はこのカフェの一番の特徴が海を見渡せるカフェ、はい、なんですが、今日は大雨でございます。どしゃどしゃどしゃ。室内はアウトドアを楽しめるロゴスの商品がいっぱい並んでるんですよ。めっちゃおしゃれな空間なんで、今日はそこでロゴスカフェのメニューを全メニューいいんですか紹介したいと思います。イエーイ。ちょっと YouTube っぽいくらい、確かに比較っぽくテーブルに全部並べたいね。そう、今から注文いきます。イエーイ。ロッチャンとキャナコのおさらガス。ランチメニュー。へー、こんなランチあるの知らんかった。まあ、ランドとかだったらなんかランド限定とかあったりするんだけど、ATC はこの3つ。へー、美味しそう。頼むか。頼みましょう。かしこまりました。乗った。美味しそう。はい、完成です。お待たせいたしました。服の口を添えてくれるで、はい、じゃあお塩を入れてもらったので、めっちゃいいよ。イエーイ。ハッカサンダパン、美味しい。これはね、全店メニューある。ハムチーズ、うん、間違いない。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。届きました。あ、本当に届きました。今日めっちゃ高いから、あ、やばいやばい。じゃあアイスからいただきます。すごいすごい。カフェのメニュードリンクと一番のロゴスカフェの推しミルク風味です。メープルソフトのコラーゲン玉が乗ってるのが親で、はい、こっちはシンプルなキッズサイズもある。めっちゃ可愛い。いただきま す。最近クッキーが変わったんです。安定の美味しさ。確かにバニラアイス濃厚より濃厚ミルク、ミルクソフトミルク、うん、なんか全国のソフト食べて歩いてるインスタグラマーの人が、うん、横浜のベイサイドのカフェ行って、うん、めっちゃ好評を出してくれてた。うん、なんだ、うん、横浜とか入間何店舗かだけやけど限定で赤戸間店とかほうじ茶ソフトもあるの。そう、ほうじ茶も美味しいのね。うん、つい買っちゃう。じゃん。まずこれは抹茶。抹茶、これホットもあります。今はアイス。ホットはね、わかるかなそうだね。これココア。ココアもホットとアイスがあるよ。で、これがアセロラ。アセロラ？うん、アセロラって書いてあったね。って書いてたね、アセロラ。で、これカフェラテ。これが季節のモクテル。うん、これマンゴーラッシー。
コーヒー、マンゴーらしい。ロゴスのコーヒーは本当に美味しい。うん、美味しい。豆からやってたね、うん。美味しいよね。コーヒーとカフェラテが多分一番人気だと思う。うん、深入り派かな。浅入りっていうよりは深い、ちょっとコクがあって、うんうんうん、すっきり飲める、ね、いいところ。何でした？イエス。はい、何食べるの？アフォガード。どうぞ。アフォガードはエスプレッソがかかってるちょっと大人の味ですね。うん。美味しい。だってミルク風味のアイスだもんね。合うよね、そりゃ。でもコーヒーの苦味も触りこ。うん。うまです。ちょっと溶けちゃったけど、フロート。これなんか他にもコーヒーとか。カフェラテ。そうそう、下が選べる。コーラも選べるよ。私いつも頼んじゃう、欲張りだから。美味しい、飲みたいし、アイスも食べたい。バッキー夏ですね、これはね。なんかたまに期間限定で出たりしてる。あ、そうなんだ。うん、美味しい、間違いない。懐かしい。なんか美味しいよね。うん、なんとロゴスは優しいことにキッズドリンクがあります。うん、何入ってんの？オレンジジュース。オレンジジュースが入ってます。蓋もあってストローも。ね、めちゃくちゃ可愛いサイズ。美味しい。安定。うん。ちょうどいいサイズ感です、キッズ。キッズ用のメニューもロゴスはたくさんあります。これが食事系ですね。これがワッフルに、これがチロス、テロスにホットドッグセット。にナチョス、これ何？チーズぐらいで、ホットサンドパンにポテト、ポテトって感じです。この辺のホットサンドパンとかポテトは結構全国のカフェである。これ結構限定。おー、そうなんだ。あとマドレーヌもあります。チロスは店内でこう生地から作って店内で揚げてるので、めちゃくちゃ焼きたて、手間がかかって美味しいです。美味しい。ではいただきましょうか。いただきます。いただきます。ポテトここに出しちゃう。うん。ポテトさ、なんか普通のポテトじゃなくて、うん、なんかしっかり、うん、あって感じ。いや、どうぞ。いただきます。いただきます。初めて食べる。どうですか？結構ご飯入ってるね。パンパン。うんうんうん、子供もみんな好きなんで、うん、このチーズが周りにとろけてますね。このなんかスキレットで提供ってのもかっこいいね。なんかアウトドア感、うん、うん、これもチーズ、もっちゃん大好きチーズ。おー、真ん中のは作って食べるのね。うんうん、うん、うん、でも辛くない。うんうんうん、うんうん、食べやすい。うん、みんなで食べれるからいいね。うん、シェアできる。うま、おいしい。どうやって食べる？あ、チーズすごい超でかいよ。ちぎれなさそう。ソーセージめっちゃ太い。うん、すごいな。うん、乗ってるもん。ではいただきます。うん、うん、どう？うん、うん、おいしい。うん、おいしいってことです。ジューシー。うん、じゃあ私はそのポテトを食べましょう。違うんだね、ポテト。こだわってるね。うん、うん、美味しい、美味しい。で、こんな感じで可愛いピクルスもついてきます。じゃあ私は、うん、うん、うん、ホットサンドパン、ハムチーズ。うん、美味しい。いつものホットサンドパン。うん、チロス、これ
シナモンのいい匂いがします。シナモンともう一個何やったっけ、うん、普通のシュガー。あ、シュガーか。これアイスにつけても美味しいんだけど、アイス食べちゃったね。うん、食べちゃった。いただきます。はい、安定に美味しいですよね、うん、美味しいです。どうだった？美味しかった。美味しかったです。なんか6月1日からあのシェイクアイスっていう、多分レインボーのかき氷。シェイブアイスね。シェイブアイス、シェイブ、シェイクアイスシェイクのこのバックシェイクみたいな感じが違います。シェイブアイス、はいはいはい、カラフルなあれが発売される。ハワイですね。そうです。食べたことある？あるよ。ハワイで美味しいね。美味しいです。それと、うん、あの6月、うん、ロゴスファミリースマイルキャンペーンっていうのが、うん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 、全国のロゴスショップであるんだけど、ショップはなんかまあお得に商品ゲットできる 10% オフのやつね、うん、でカフェは、うん、その時限定のメニューが出るんです。あ、その期間、うん、あ、そうなんだ。ソフトクリームの上にチュロス乗ってるんです。下になんかコーンフレーク。へえ、じゃあチュロスをこうつけながら食べれるんですね。そう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 、至福ですね。それはギッシー言ってなかった？言ってた。僕のおすすめです。こうやって食べるみたいな。あれ、じゃあギッシー発案みたいな感じから。こんな感じで結構限定のメニューとかも出たり、うんうん、さっき紹介したなんか定番の美味しいメニューがあるので、うん、美味しかった。本当にぜひぜひ、うん、ロゴスカフェに遊びに来てください。遊びに来てください。バイバイ。